night that we met, oh, the sky was on fire. Still can remember the white light. The heavens were burning with flames of desire and love. Burning with flames of desire and love.
五郎島瀬里見重義とその一族の首にござりまする。一つ足らぬ。は？肝心の首がない。お帰ってきたのだよ元富士。百年の昔、お前の生まれ育った城へ。御霊様、元富士ともどもただいま帰ってまいりました。老じませ里見の一族は格のごとく打ち果たし、余すは静姫ただ一人、これもほどなく引っ捕らえてその首を御前に捧げ参らせましょう。いやいや、小萩も私のように身軽にしてやればよいのに。それはなりません。さあ急ぎますぞ。
叔父上様の身元へ必ずやお家を。じい、じい。生きてもてほしい。いつか必ずお前を売ってやる。売ってやるぞ。言ってたらしんべえ寝たことよ。ほら戦に行ってきたんで見ろよこの馬黒い刀手柄立ててもらったわけじゃあるめえ。死人の体から剥ぎ取っただか。なんだと図星だべこのバカタレが。もっ百姓は嫌じゃの侍になるの
勝手な熱を上げてる間によ、源氏が落ちんだぞ。え、今なんてった。捨て子のお前を拾って育てて死に水も取ってもらえねえじゃ浮かばれめえな、源氏も。あかましい、そら、おう、そりゃ。姫、早く。おい、待てこれ。こりゃ、ちくしょう。あれ、ちょっは犬山洞察、これなるは犬村大学、昔お家にご奉公いたしたる者の子孫にございます。おったぞ。今よりおよそ100年前、私どもの祖父たちは里見義真公を封じて引田貞兼の居城に攻め込みました。当時貞兼は希代の毒婦玉梓のいろかに迷って主治肉林の日々を送り、そのために義真公は貧苦にあえぐ民百姓の願いを入れて貞兼討伐の軍を起こしたのでございます。貞兼はあっけなく首を取られましたが、毒玉梓の方は最後に望んで恐ろしい呪いの言葉を吐きかけました。おのれよしざね、死死その後までも里見を呪ってくれるぞ。その呪いのゆえか、間もなく里見のお城は隣国の軍勢に攻め囲まれ、落城の瀬戸際に追い込まれました。力尽きた吉実子はたまたまおそばにいた飼い犬の八つ房に敵将の首を取ってきたら伏せ姫を嫁に遣わすとざれ言を仰せられたのでございます。父上、八つ房はただの犬ではございませぬ。その夜、八つ房はものの見事に戦には勝ちました。しかし、たとえ苦し紛れのざり言であろうと、君子たる者の言葉に嘘があってはならぬと、伏姫は八つ房にお身を任せてお城を去って行かれたのでございます。これぞまさしく玉梓の呪いじゃ。犬畜生に姫を連れ去られ、収まらなかった私どもの祖父たちは鉄砲隊を引き連れて山奥に踏み込みました。ところが鉄砲隊の弾は
八つ房をかばった伏せ姫のお体を貫いてしまったのです。するとその時、姫のお体から八つの玉が光るとともに飛び散り、姫はこうおせられたそうです。悲しむことはありません。百年の後、この光の玉は八人の剣士となってよみがえり、里見の姫を報じて玉津さんの呪いに打ち勝つでしょう。私はそのために生き、そのために死ぬ定めにあったのです。それは、私が母の体内から出てきた時、右手にこの玉をしっかり握っていたそうでございます。私は左の手に伏せ姫のお体から飛び散った光の玉を、私どもは不思議な祝宴で分け持ったのです。するとあと6人同じような玉を持った者が、いかに静姫様を奉じ玉津様の呪いと戦うための同志が、私を奉じて、はい、伏せ姫はそうおせられました。あと一月しか持たないのです。病に侵され日ごと崩れていく体なのです。あと一月の間に何としてでも残りの同志を探し出し、あの妖怪どもを打ち通さなければなりません。それもひとえ姫あればこそ可能なのでございます。そしてお願い申し上げます。何とぞ何とぞ我ら両名とともに残る同志を探す手立てを。安心ください母上、私たちには永遠の若さと命がある。もはやどんな力も私たちを滅ぼすことはできません。元氏、これだけは覚えておき、この世で一番自分が強いと思った時から、もう滅びへの道が始まるのだよ。浜路の婚礼を祝うてか、桜までが咲きそろうたわ。季節外れとはいえめでたいことだ。のう志野。はい。どうしたおかぬ顔いたしよって妹が嫁入りするのが寂しいのか。いえ、そんなことは。仲の良かった兄弟ゆえ無理もないが、代官様に望まれての玉残しじゃ。いや、めでたいめでたい。ああ、めでたいや。見かけのお顔だが。いや、
我々はお代官様の知り合いでな。美しい花嫁をめとられると聞いて山から降りてまいりました。色もかも知る人ならば吉屋戸が面頃からの私の道連れ、敵と見れば光を放って燃える。さてはお前、発見してやらぬ処理か。私は天涯孤独、仲間など一人もいない。ケロ、寄るな。お前は私の敵だ。近づけば必ず斬る。ケロ。見事に振られたな、陽之助。船主、あれが玉座様の言われた光の玉か。確かに私の目に狂いはない。
年は。どこで育った。お前は父の、いや母の顔を覚えているか。おい、戻りましたぞ。いや、客人か。さあどうぞ。
我々の探していた同志だ。同志？ああ、すべては伏姫の絵巻の物語る通り。私はあなた方と一緒に行きます。姫、あと四つ、この世に八つの玉があることを信じて、あなた方も行きましょう。行ってください。一緒に。母上、これはまた一段とお美しゅうなられましたな。あの者たちは捕らえた女たちに源人が細工を施したのだそうです。はい、我々や黒武者どもだけではお城もあまりに殺風景と存じましてな。皆の者、面を上げよう。なるほど、皆それぞれに美しい。しかし細工と
俺が俺はしんべヱだよ。なんだその目は。食いもん恵んでもらったの忘れたのか。どうしたばあさん、何があったんだ。なぜこんなに人が死んでる。皆殺しじゃ、皆殺しじゃ。どうして。里見の姫を助けたろう。皆振り殺された。行くぞ。おい、どうしたんだよ。おい、おい、来い。早くしねえかよ。
この石は。死んだもんの魂を沈めんで。そう。私は何も知らない。お姫さん育ちじゃな。しんべえ、私はこれから城へ行きます。え？私のためにこれ以上人を死なせるわけにはいかない。お前を捕まえて褒美にありつくことしか考えてねえ。俺と同じだい。怪我してる。痛むか。気がつかなかった。この水はきれいだ。同志たちです。この洞穴に住んでいるのですか？そうです。ここへは誰も入ってきません。この洞穴に入ると生きては出られない。里の人々はそう思っています。なぜ？この洞穴に住む我々を見ると、人は驚いて打ちかかってきます。形が異様ならその心も異様だと、里の人々は決めてかかっているのです。この洞穴の中では、私たちは誰にも負けない。ホラー穴の向こうがミスマルガ岳、伏姫の祠はその山中にあるらしいのです。私はあなたが悪い人だと思わない。でも私たちには果たさなければならないことがあるのです。お別れです。
まだついてくるな。このままではすんまい。大学と篠はさあどうせつお前は新兵を姫姫静姫が言ったのか俺を殺せと姫あの女がそう言ったのか お前のも見せてごらん。しんべえ、私はお前を産んだ母だ。そしてこれにいるはお前の兄。100年も昔、お前は私たちと共に静姫の祖先の手でこの城で焼き殺された。今のお前は私の怨念を背負って転生した姿だ。そんなバカな。そのあざが何よりの証拠だ。その炎の模様こそ親子三人焼き殺された私の怨念の印だ。だっておめえら化け物のよ身内だったのかこの俺が。冗談じゃねえ、バカも休み休み言え。お前の心が高鳴れば御霊様の鼓動も高鳴る。私や元伏の鼓動も同じように高鳴る。城の中を歩けばもっとよくわかるだろう。お前の体はこの城の記憶を刻みつけているはずだから。Thank you.
してくれたようだね、しんべヱ。お前が生まれた時も血のように真っ赤な夕焼けが海いっぱいに照り映えていた。お前の産声はあの海鳴りを引き裂いて勇ましく響き渡った。私たちは血を分けた親子なのだよ、しんべヱ。奴の肌の匂い、血の香り、元藤の弟とは思われません。でも源人。はい。こやつの体から血を抜き取り、獣臭い肌を引き剥がし、女どもの柔肌と張り替えてやれ。わしの弟にふさわしくな。はあ、はあ。姫、いかがなされました？笛の音を聞いたような気がした。笛？そう、お前たちは聞かなかったか。空耳でございましょう。さあ、ゆっくりお休みになってください。おい、金八、何してる？その男どうする気だ？原発のバカめが、もう手をくれちゃう。ひずめの音がする。たまに導かれてここまで来た。おお、でお前が七人目の。この
男は。しんべヱではないか。何？知っていたのか、生きた元藤の弟。何だと。元藤の弟。城ではそう言っていた。しんべヱ、しんべヱ。お前は俺を殺せと言った。しんべヱ。俺を殺せと命じた。しんべヱ。I don't want this night to end.
よくぞ来た八人の剣士たち。汝らは光の使者、この弓矢を静姫に与えよ。若くつやつやと輝いている。これでやっと我々の思いが叶うことじゃ。これは気の強い。さすがは里見の姫。怒れ、もっと怒れ。怒りに青ざめた時、そなたの肌は一段と美しい。
何事だ。お弓を。おお、やっぱり来たか、里見の発見士が。海からか。そうだ、待っていた。武将につけ。はっはっ。行け。さて、何人がたどり着くかの。ここまで。お前と会える日を日ごと夜ごとに待ちかねていた。私もこの時を待っていた。今夜こそお前を斬る。合わせて私の宿命も斬る。そうはいかん。お前は私のために生まれてきた女だ。今宵こそこの手に抱く。言うな。この扉の向こうは罠だ。どうした。俺が先に行く。なぜだ源八。これは今まで大勢の人間を面白半分に殺めてきた。子供や女たちまで。さあ開けてくれ。よし行くぞ。
私のものだ。未来永劫に。Thank you.
すがだ信玄、やはりこの母のもとに戻ってきてくれたか。時計、俺はお前の息子なんかじゃない。私を斬るというのか。こんなにもお前を愛しているこの母を斬るというのか。時計。無駄じゃしんべえ、この世の刃では私たちは死なない。私たちは老いも知らず死も知らず何度でもよみがえる。さあこんなものは捨ててこの母を抱いておくれ。何をするしんべえ。待ちなさい母上。弟とは申せ所詮救われぬ愚か者。恋しんべこの兄が地獄へ蹴落としてくれよ。
れは静姫か。But I